先、備え聖体礼儀の両聖直前。両性の模様は、聖根区ア安聖体礼儀、聖、大和リー聖体礼儀と異ならない。問答者聖グリゴリー先、備え聖体礼儀とは、聖教会で行われる、方針礼。両性を伴う、方針礼であるが、聖根区ア安聖体礼儀、聖、大和リー聖体礼儀とは異なり祭り品の聖、清を伴わない。 その日の前に行われた生体礼儀で備えられた御事体尊血の量を食する方針例である。大時の水曜日、金曜日、受難週間には、生大月曜日、生大火曜日、生大水曜日に行われる。聖使と時代から原型は存在していたとされるが、最終的な編纂者として問答者性グリゴリーが挙げられることから、 問答者聖グリゴリーの生体礼儀ともいう。問答者聖グリゴリーは、ローマのパパであり、東方で行われていた先、備え生体礼儀を、ラテン語で編纂して西方に再導入したが、結局、東方の聖教会にその伝統が生かされて、今日に至っている。生体礼儀は感謝の祭りである。他方、大時は涙と、委託いの時である。従って教会は、 祝賀と悲痛を、自己髭と勇気とを混同しないように、この期間には完全な生体礼儀を行わず、先、備え制裁品だけで信者を慰め、強化する。すなわち、性コンクイオア生体礼儀、性オ和シリー生体礼儀を行わない大時期間中に、信徒の霊的、精神的生活への慰め、強化として、了承を行うのが先、備え生体礼儀である。 形式面では、晩課に引き続いて行われる。祭り品としての御子と体尊敬はすでに備えられて、いるので、封建礼儀はなく、ヘルビムの歌も歌われない。封建台から宝座に、御子と体尊敬が移される際には、今、天軍は、我らと共に見えずしてが歌われる。了承後の成果も、聖コンクイオアン聖体礼儀、聖オワシリー聖体礼儀のものとは異なっている。 伝統をはじめとして、聖歌には、大時の蝶として伝承されたものが用いられるのが、一般的だが、晩火の集結部の、ネガワは、我がいりは、航炉の香りのごとくや、今、天群は、我らと共に見えずして、などには、近代以降の作曲家が作曲したものを用いることも、ある。パーベルチェスの古墳は先、備え生態礼儀の全曲を作曲したが、 他の生体礼儀に作曲された著作曲家の作品と同様、実際の方針例で全曲が英体によって歌われることはまずない。引用元、生体礼儀の歴史的発展ナンバーにありがとうございます。